島の核事故は何一つ収束していません。私たち一人一人の命の声が未来から待たれています。本当になぜこの国はここまで愚かになってしまったのでしょうか。今日まで私たちの声があまりにも足りませんでした。無念です。しかし今残念がっている場合ではない。私たちは全てのエネルギーをこの原子力発電所というものに対してストップをかけるために、一人一人が集中して何としても今こそこの核事故の国で脱原発を達成させていかなければ、何のために私たちが毎日生きているのか、その目的さえも怪しいものではないでしょうか。世界最大の核事故を起こしてしまった、目にも見えない自然界にはなかった毒物。そうです、彼らは言っています。あの太陽光発電だって放射能だぞ。そんなことにどうしてごまかされていられるでしょうか。私たちは何億年というその昔からまさに放射能の海の中からこの命というものが誕生したということも知っています。しかし今私たちが否応なく直面しているのは、自然界にはなかった人間が作り出してしまった核開発、他でもないこの核開発の歴史をたどってみれば、まさに憎しみ、その憎しみの結晶が核開発に至ったと言っても決して過言ではありません。皆さんもご存知のように、かつて1930年代、ドイツのヒトラー政権による、そのヒトラーの何と言ったらいいでしょうか、無謀というか野望というか、本当にこの国はドイツがあの第一次大戦の荒廃の中から立ち上がった、そのことに対して、その時ドイツ大使館に勤めていた日本の駐在武官を皆さんご存知でしょうか。それこそがかの私たちの国を戦争に叩き込んでいったあの首相の名前、それを思い出してくださればよくお分かりになると思います。彼こそが駐在武官であったのです。だからこそ彼は帰ってきて何をしたか、真っ先にしたのはヒトラーの後に続くことだったんです。そうです、この国はかつて東京オリンピック、今もまだ同じようなことを言ってる方がいらっしゃるようですけれども、今この被爆国の東京に対してオリンピックしたいっていう人がいるなんて信じられません。本当にそうです。それから彼がもう一つ考えたのはアウトバーンです。皆さんもご存知のように、アウトバーンって何だと思いますか。これ飛行路ですよ。この一般道路を戦闘機飛ばすために自由に行き来させようっていう鉄道設備、戦争への準備なんです。その道をこの国は驚くべきことに、国道第36号線ですか何ですか、今もまだあの三玉って言われる東京の西部の方じゃ作ってます。みんな一生懸命本当に怒って反対してます。しかしこれが昭和の一桁時代のその計画を今やっているというのを聞いて、どうして怒らないわけにいくでしょうか。
いりません。こんな軍用道路はいりません。しかしもっといらないものがある。それこそが原発です。原子力発電こそが他でもない原爆材料を作る自然界になかった毒物プルトニウムの温床です。プルトニウムは自然界にありませんでした。しかし原子炉の中において核融合を起こさせ、そしてその中から出てくるたくさんの放射性物質の中でも最も恐ろしいと言われている、たった1グラムでも100万人殺すと言われている自然界になかった超猛毒物質です。そのプルトニウムこそが皆さんもよくご存知、あのリトルボーイが積んでいたところの、あ、リトルボーイじゃない、カットマンでしたよね、長崎爆弾のね、その積んでいたその中に入っていたものこそがプルトニウムです。これは本当に自然界になかった超猛毒物質、その超猛毒物質が欲しいからこそしているのが原子力発電です。日本核武装論といって疑わしい目で世界の人が見ています。知らないのはのんきなお人よしの日本人ばかり。なんと情けなく悲しいことではありませんか。今こそ私たちはみんな知っています。あの福島第一原子力発電所の3号炉、あれこそがプルサーマルといってプルトニウム燃料をも一緒に組み込んで稼働していたからこそ 3.11 にプルトニウムを海に流すという今まで世界中誰もしたことのない実に全人類に対する犯罪です。むしろ動物が言ってます。人類だけじゃないぞ、我々にも犯罪だぞと生きとし生けるものが声なき声で怒っているとお思いにならないでしょうか。もう原子力はたくさんです。今こそ私たち一人一人の声で原子力にストップをかけていきましょう。ご通行の皆様もぜひ脱原発署名で、あなたも命の道を取り戻してください。共に核のない未来を作り出していきましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。斉藤瑞穂直美さん、いつもね、あのここに5時半とかに来るといつもスピーチしてますんで、もう素晴らしいよ。俺なんか喋り下手なんであんなにスピーチで楽しくせんけど、たぶんやります。次は、この辺で有名なこの辺で有名ないろいろ有名な、カエミペスです。ただいまご紹介いただきました官民テスト申します。この俺この界隈で有名人だなんて呼ばれたくはなかったさ。それでもいつの間にやらいつの間にやら顔も売れてしまったこの界隈、いつの間にやらいつの間にやら顔も売れてしまったこの界隈。再稼働反対原発反対、それじゃ心は喜ばない。再稼働反対原発反対、そいつを叫んでばかりではこの俺の心は喜ばない。それも子供と子供と全部関わらず、ここに来てここに来て奴らに向かって叫ぶしかない叫ぶしかない。だって反対なんだもの、だって反対なんだもの。賛成の反対反対の賛成、どっちがどっちどっちがどっち、難しく考えすぎてるこの日本人日本人。東の果ての弓形列島、その上その上でこの地面がぐるぐるとまだまだ揺れてる、この上でこの上でまだまだ原発が動いてる。それだけでそれだけで
で十分じゃない、それだけでそれだけで十分じゃない、そいつはそいつは危ないじゃない、心がビリビリとしびれんかい、心にビリビリと響かんかい、もっともっと内側の内側のあんたのドタマン中のヒューマンレディオ、ヒューマンレディオ、感動は最高さ、この俺の言葉で目覚めさせてやろうか、目覚めよ目覚めよ立ち上がれ、目覚めよ目覚めよ今今立ち上がれ、操作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 、どこでどこでこんなに目が、どこでどこで色メガネが、こんなにこんなに目の前を、こんなに目の前の景色を塞いでしまったんだろう、塞いでしまったんだろう、今更考えるまでもない、今更考えるまでもない、誰もが今更考えるまでもない、だって危ない、だって危ない、そいつはそいつは言ってない、だって危ない、だって危ない、だってそいつはそいつは必要ない、昔昔昔昔、今のばあさんが若者だったその時に、今のじいさんが若者だったその時に、黙々と上がった二つのキノコ雲、そいつがそいつが昔に教えていたじゃない、大人の日遊び92番元素、大人の日遊び93番元素、大人の日遊び94番元素、自然界には92番元素まで、大人の日遊びで作り出した94番元素が、今今日本の東側、東の果ての夢は彼方のその上、上空上空を風に乗って飛び回り、今や日本は大騒ぎ、今や日本は大騒ぎ、目覚めと目覚めざるとにかかわらず、選択の余地なし余地なしで、毎日毎日に刺してこの場所、この場所で叫び続けるこの言葉、サイコロ反対、サイコロ反対、原発反対、原発反対、原発反対、仕方がない仕方がない、原発あるからやめられない、仕方がない仕方がない、脱原発脱原発、まだ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 やめられない、やめられない、こっちは止まらない、だって原発あるからやめられない、原発あるから止められない、原発原発が止まっても電気は一向に止まってないのに、まだ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 動かしたい、残念ながらと言いながら、やつらやつらは確信犯、危ないと分かっているのに、危ないと分かっているのに、まだ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 動かしたい、まだまだやつらは動かしたい、まだまだやつらは動かしたい、だけど俺らは動かさせない、動かせない、動かせないくらい、動かせないくらいに、ここで叫びをあげないかい、みんな叫びをあげないかい、サイコロ反対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 、原発いらない、原発いらない、もっともっとさ、もっともっとさ、やつらが腰を抜かして退散する未来に、もっともっとさ、もっともっとさ、あそこの野田義彦だかなんだかわからんやつ、真っ青か関だか知らん塾で、どこでのお店を忘れてきたのかい、あんたの住まう場所は総理官邸じゃなんかじゃなくて、2年 B 組あたりが適正じゃないかい、だってだってどっかの電力会社の使いかし、あんたは異国の首相のやつらなんかじゃない、野田義彦、野田義彦に、野田義彦何がしに、罵声を浴びせる予行演習に、今今この場で叫ばんかい、サイコロ反対、サイコロ反対、原発反対、サイコロ反対、それでもみんな好きで言ってるわけじゃないんだよね、再稼働反対ばっかり言ってても面白いわけがないけど、たまには賛成したいんだよ、おいそこの官僚諸君帰ってきてるのかい、野田義彦、たまには賛成させてはくれないかい、ありがとうございます。